ともくんチャンネルです。はい、今回もね、これ元は爆走野郎の若大将ですねを僕のオリジナルで、一番星号のね爆走一番星のトラックを制作してます。はい、で今回ね、時間があったらこの2台のね絵を描こうかなと思ったんですけど、ちょっとキャビン周りとかの方で時間がか、アンドンですね、ちょっと作ったりして、ちょっと時間かかったんで今回は絵の方ですね、2台の方の絵の方は描いてません。はい、また次回でもね、両方ですね、あと助手席側運転席側と、屋根ですね、天井の方の絵を3面描いたら、その爆走一番星の2台の方の絵は完成できますが、まだね、ところどころキャビン周りですね、細かいところを修正しますし、でサイドワンパー今回はもう助手席側のねここの部分だけ作りました。まだ運転席側も、後ろのサイドワンパーも作ってません。はい、でリアの方は、ま、前回はねテールの方はつけましたし、観音扉の方もね絵を描いて色分けしましたが、今回は、リアのリアバンパーですね。はい、リアバンパーに、また後からお見せしますがアンドンつけて、でなんかフォグランプみたいなやつが左右についてたんで、それをつけたり、でリアバンパーにもねこんな感じですね、炎みたいな感じの色があったんでそれもつけました。はい、で、キャビンなんですけど、まあ、ほとんどはできたんですが、はい、でこれね、この今ガラス面つけてます。はい、仮でガラス面つけてるんですが、この寝台のね、はい、このまあこの一番星号、爆走一番星号にはこれじゃなかったかもわかりませんが、助手席側が風神で運転席側が雷神のやつで一番星って書いてるやつが、まあデカールですね、デカールが残ってたんでちょうどいいと思ってそれを貼りました。はい、あとはここのね、まあ運転席側も助手席側も一緒なんですけど、このよく見たらわかるんですけど土足禁止とか現金かな、で星のマークとか、星桃次郎とかね、火の車マンションかな、はい、で間違えました。これこの爆走一番星の時は一般っていうやつだったんですけど、僕自家用にしてみます。はい、これはね、このバンパーのアンドンの文字もでこの荷台の上のね三連のアンドンの文字も、はい、これね普通の24分の1とかの車でもカーモデルでねついてるこの、ガラス面に貼る白いマスキングテープ、マスキングテープでマスキングシールかな、はい、それに
縫い針ですね。服とかね、雑巾とかを縫い針で、めっちゃ細い縫い針でね、こういう感じで描いたり色つけたりしてで、やってみました。これはもうね、夜中ちょっとやって、目が疲れたんでもうここまででちょっと終わりましたけど、はい。で、色的にもねちょっと間違えたんで、この本当はね黄色ですね。文字が黄色、両サイドの深夜警察と一人旅っていうのが、黄色です。で、真ん中の文字がピンク色、日本列島がピンク色なんですけど、間違えて、赤色にしてみました。で、枠も黄色にしてたんですけど、もう左右をね、青色の塗料で塗って、で、この赤色の文字とか黄色の方ですね、はクリアイエローとか、クリアピンクとかでね、もうこの上から塗ってます。はい。で、星のねアンドンもで、こちらは桃ですね、もうマスキングのシールですね。はい。白いマスキングとかで、まあちょっとくすんでたね色もあるんですけど、そのマスキングシール、ガラス面に貼る24分の1のカーモデルのやつですね、のマスキングシールで、細かく作ってで貼ってみました。はい。これがもうめちゃくちゃ時間かかりました。はい。爪楊枝で書くんだったらね、ちょっと文字が大きくなるかなと思って、その縫い針ですね、めちゃくちゃ細い縫い針で、こんな感じでやりました。ちょっとねここらがダメなんですけど、まあ赤い文字だけね、はい、また縫い針で、赤い塗料を塗って、はぐれ取りとか、雪の下北とかね、ちょっとこの上からまた塗り直します。はい。あとはこんな感じでね、手すりとかそういうやつで、はしごもちょうどいいのがあったんで、それをつけたりしてやってみました。はい。またちょっとね、リアの方、リアバンパーの方とかね、紹介しますんで少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい。リアの方はね、前回はこの絵の方とね、テールランプですねとかを紹介しましたが、今回こんな感じでね、リアのバンパー、リアバンパーをつけました。はい。で、ここにね、まあ、その実写とかね、この爆走一番星のラジコンとかでね、写真を調べて見てたら、ここにね、はい、フォグランプみたいなやつがついてたんで、それをつけて、で、赤色の炎みたいなやつを塗って、で、真ん中に、アンドンですね。はい。わかりますかね？さよならだけが人生、さよならだけが人生だっていうやつですね。はい。それを書いてみました。で、まあ、グリルアンドンのところには生まれてすみませんなんで、
そういう感じでやってます。はい、またちょっと、横のっていうか、普通に紹介しますんでお待ちください。はい、まあそんな感じなんです。はい、キャビン周りの細かいところとかを、まあちょっと再現するように、そのマスキングシールとかで、文字書いたり、文字みたいな感じですね。はい、書いたり、星のマークをつけたり、でちょっとアンドンの方もつけて書いたりとかね、そんな感じでやってみました。でまた内装の方ね、はい、ダッシュボードの上はタコグラフっていうのをつけて、で、畳ですね、はい、畳をつけて、でまあ今ちょっと黒いとか青いとかになってますが、無線機ですね、はい、無線機で無線のそのマイクにつけてる線ですね、つけたりマイクをつけたりやってみました。はい、まあこれね、なんか100均とかで売ってるなんか針金のめちゃくちゃなんか柔らかいやつですね、柔らかいやつをぐにゃぐにゃと曲げて作ってます。はい、まあサイドバンパーは元はこれです。はい、元はこれなんですけど、この上にプラ板ですね、プラ板を貼ってアルミシールを貼って、でこういう感じの赤色ですね、こう炎みたいな感じのやつを塗ってるだけです。はい、まあまたね、次回もこれ、やります。今回はキャビン周りとかそういうとこをやってみましたが、次回はね、まあ3面はできませんが、助手席側と運転席側の絵の方を描いて、色分けをして、ちょっとマーカーランプつけれるんだったらつけてみます。はい、まあそんな感じなんで、はい、今回はこんな感じで、僕のオリジナルで作ってる爆走一番星号ですね、はい、ちょっと紹介しました。はい、また次回やりますんで、次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。